今は、柔道は日本が強いということでは決し日本が強ければならないということでは決してないですけど、最重量級のメダルというのはその1964年の東京オリンピックの時からずっと取りたい獲得したい階級のメダルで、今もその思いはありません。僕が優勝した時は、3大会ぶりで16年ぶりに日本に金メダルが来た大会でしたので、斉藤先生が取ったソウルで取った次の金メダルが僕になります。いや特にいないんですよね、まあ、今の山下先生、山下、斉藤、はい、そういった選手が私の小さい頃、小学生の頃から見てた選手なので、その憧れはもちろんありますけども、大学の先生でもありますので、それはもう初めて斉藤先生に抱きしめられたっていうぐらい熱く抱擁していただきました。普段は本当に厳しい先生なので褒められることはほとんどなかったんですけど、オリンピックで優勝した時はよくやったと言っていただいたことが印象に残ってます。私の先生は斉藤仁先生で、その息子さんが斉藤達で、斉藤達が生まれた時からもうこんな赤ちゃんの時から知ってます。抱っこしてましたし、1歳2歳3歳って毎年こう見てた選手があんなに大きくなって試合で戦うようになって国際大会で勝つようになってっていうのを見るとすごく嬉しいですけど、その分責任というものは非常に大きいなと思ってます。ありました、斉藤先生は本当に厳しく、愛情を持って達郎に指導してました。技で投げるということ、体が昔から大きかったので重量級のような膜とか怪我につながるようなことは一切教えてませんでしたので、それが今生きてるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、小さい頃から非常に強かったんですけど、まだまだこう甘い優しい子でした。ですけど斉藤先生が亡くなられて、本人が本当にこう覚悟を持って柔道に取り組むようになりました。これがもう本当す5、6年前ですかね。斉藤先生が亡くなってから本人の中で本当に火がついたような気がします。まあ、基本的に斉藤先生から僕が教えてもらったことっていうのが今の自分の柔道に生きてますので、達郎にも同じように指導はしています。ですけど全て、斉藤先生の形だけじゃなくて自分の経験だとか重量級の、良さ難しさそういうものも教えてます。その中でしっかりとこう組んで投げるということですか、一番スタンダードな柔道なんですけど、彼は決して器用な選手ではないので、そういった一番スタンダードな柔道で重量級らしく戦うということを常に心がけて指導しています。バクーに関しては国際大会、シニアの国際大会初めての大会だったので思いっきり、試合ができたかなと思います。若さが出た試合だったかなと思います。彼に関してはこれから斉藤達郎という名前が知られてからが本当の勝負じゃないかなと思っているので、今回全日本選手権で斉藤達郎という若い選手が優勝しました。で昨年の世界選手権では影浦で、東京オリンピックは原沢、またモンゴルのウランバートルでは小川太田という、粒は揃ってます。この中でどの選手が頭を抜け出してくるかというところを我々は見ていきながら競ってもらいたいなと思ってます。プレッシャーになってないと言ったら嘘になると思うんですけど、でもまあその数で勝負しようとか井上康生よりいい監督になろうということは全く思ってません。自分ができることを一生懸命取り組んでいきたいと思っています。